と甘い。上手はい。申し込み書あります。早い早い早い。プロ、え、もうプロやん。とりあえずロケット見ましょう。音する。どこ上がった。どこ。おはようございます。おはようございます。やってきますね、屋久島。屋久島、鹿児島移住体験2日目でございます。はい、朝から屋久島行ってきまして、森永木さん帰りまして、スタッフも3分の1以下の小規模になって、楽しみたいと思います。はい。何も決まってないですよね。何も、すいません、ノープランで来ますか、はい、何も仕込んでないんですよ。そうですね。まあ、楽しみましょう、とりあえず。はい。はい、何時間ぐらいあるんですか。すいません、ちょっと3時間だけなんですよ。3時間ですか。あれ、もうちょっとあるんじゃないですか。すいません、せっかく来たんですけど、3時間で。3時間ですか、はい、じゃあ、なんか、鹿とか見れないんじゃないですか。そうですね。あ、マジか。ただ、藤本さん。はい。今日、何か種子島の方で、はい。なんかロケットが打ち上げられるらしいんですよ。飛行機でアナウンスしましたよね。はい。種子島近いですよね。近いですね。とりあえずロケット見ましょう。そうしました。はい。でまずそっちに向かいましょうか。そうです。車を借りて行きましょう。はい、わかりました。はい、はい、お願いします。あれ、屋久島には来たことあるんですよね。むちゃくちゃ前です。20年ぐらい。前、もっと前かな。うん、はい。これお仕事とか。いやいや、旅行ですよ。あ、旅行ですか。はい。なるほど。なんでまあなんかやや記憶はなんとなくあるんですよ。はい。森は見たいな、でも。そうですね。ちょっと、はい、奥まで行かんくても、雰囲気をちょっと、運河くりゃね、鹿とかいるかもしれない。あ、じゃあここでレンタカーですね。はい。藤本さん、お願いします。はい。マジでどうしましょう。とりあえず、そこね、はい、種子島見えてるんですよ。これ多分マジで種子島、の方向なんですよ。この向きちょうど。はい。でロケットがいつ飛ぶんですか。あと30分ぐらいですかね。30分か。はい。どうします。もしあれだったらもうちょっと高いところとか目指してみます。ただ、どうでしょう。ただ行ってみましょうか。はい。全くわからんと。あ、でももうこっちも山の方に。もうむちゃくちゃ山ですよ。ちょっと多分行くと。やっぱこの都会じゃね、この多分なんとなく道がなくなったりするんですよね。あ、なるほど。はい。から先行き止まりとかやって、なんかもうもうすげえ森だけど鹿みたいな。なんか突然出てきてくれたら嬉しいですね。全然合うと思いますよ。これもう絶対ロケット見えないじゃないですか、こんなちょっとかもしれないですね。いやこれ U ターンとかできる。どこに行ってんの俺。ロケット見たいよな、せっかく。いや、そうです、チャンスです、ね、ですよね。ちょっと高台とかそういう感じじゃないですね。そうですね。白谷雲水峡みたいなのが、そこをできるだけ行けばもしかしたらそういう鹿みたいなものも、はい、なんかちょっと屋久島が詰まってる的なところなんですね。そうですね。ガチの縄文杉とかはもう本当に、うん、昨日も言ったんですけど丸一日かけていかないといけないんで、うん、ちょっと無理だと思うので。暑いですね。暑いです。昨日鹿児島市内はちょっとダウンとかないと寒かったですけども、ここはもうこれでも暑いぐらいです。あ、でも、あ、綺麗、正面海。いいですね。いいですね。来たな、なんか島に。俺結構旅行とか来ても、あんまプランニングせずに、結構ノリでこういうのが多いんですよ、はい。なんか目についたもの入ってみようとか、うん、割と本当に素でこんなことやってますね。おここかな。なんか広そうだしな。よし、 お店かな。これお客さん。あ、でもあっち側ロケットの写真じゃないの。あ、なんかロケットそうなんです。
いい場所あるかなと思ったんですけど。え、ここですか？ここ、なんですか？お店？ここは自分、まあ、個人の住宅ですけど。あ、そうなんですね。はい、ここからちょこっと行ったところに、でも、木で見えますけど。あ、マジですか？一応断った方がいいですよ。私は断って言ってるから。あ、あの、お家の人ですか？家の人。あ、はい。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。めちゃくちゃいいじゃないですか。すげえ。あ、めちゃくちゃいい場所。ロケットがなんか打ち上げられるので、なんか30何あと10分ちょっと、はい、ちょっとあの見させていただきたいんですけど大丈夫ですか？そこで、はい、はい、あ、すいません、あのカメラも回しちゃって大丈夫ですか？あの見てるロケットの、はい、はい、そうです、はい、よろしいですか？すいません、ありがとうございます。全親切な感じで。上ですか？え、めちゃくちゃいいじゃんこれ。ちょっと、うわ、すごっ、これ種子島てか、めちゃくちゃ綺麗だな。これ最高でしょ、ここすごいですね。ここにお家は最高だろうな。あと7分、あら7分50何秒でやってた。わぁ、努力する。おーっと、どうするから。あ、そうですか、わかります。すごいよ、いびきが。家いたらね、揺れるから。あ、そんな揺れるぐらいですか？おぉ、ちょっと楽しみだな。ちょっとラッキーですね、なんか。いや、そうですね、絶対来れないですよ、単独ではたどり着けないです、この場所は。運が良かったね。いや、運が本当ラッキーでした。たまたま迷い込んだというか、うん、細い道行ってたらここにたどり着いたんで、はい、え、あ、そうなんですか。 H2 は失敗っていうか、あれじゃ、はい、ダメだったからね。あ、30年前以来の。そんな打ち上げ自体はそんなやるもんじゃないとね。そんな 年1とかやるんですか？3年に1回がもうね。あ、そんなもんなんですね。結局そんなに金がね。まあまあまあ、そうですよね。税金だから普段はね、宇宙から来る側の立場で入れるかな。現状だと何にも分かんないもんな、ちょっと遠くて。海も綺麗だな。うん、お楽しみに。37分、まあ上がりますよ。あれ、え、なんかな、波の音がなんか分かんないな。ゴン、めっちゃ努力する。多分ね。やめたいしねえだろうな。40。お？お？落としないじゃん。落とする。どこ？上がった？どこ？どこ？音がするぞ。落とするじゃん。はい。正こっちかな。あ、正面。え？だよね。落とするよね。ゴーッと言ってますね。なんかもうすげえ逆側でやってるとか違う。あれ、そうなんですね。39分。いや、もう行った。飛んだ。ちょっと待って、なんか、逃した。ここで見えなきゃ絶対見えないだろう。うん、やめたかな。本日実施の最終判断を行います。やめた。何、うそ。消火入った。あ、ちょっと待って、やめた、うそ。あ、なんか延期みたいな、失敗って書いてる。あら、やべ、エンジン着火不良。点火前にやめた。おいおい、やめてくれ。延期って書いてある、ツイッターで調べたら。ああ、ダメだ。あらららエンジントラブル。エンジントラブルついてねえな。うわうわ、なんだよ。うわ、逃した逃した、歴史的瞬間を。ついてねえな。ついてなかったですね。我々のせいかもしれません。なんでこんないい天気。いやまあでも期待だからしょうがないもんな、これは。エンジントラブル。エンジントラブルらしいです。なんか点火異常みたいな。中止か。中止らしいです。延期らしいです。いやでもなんかいい場所をなんか見えました。はい。いやでもなんかいいドキドキを味わえたな。そうですね。はい。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。修正していただいて。お気をつけて。ありがとうございます。めちゃいい人だった。めちゃくちゃいい人。なんか現地ガイドかのことで、うん、いやーでも見たかったな、せっかくなんで。あんなベストポジション、なんかもう取れないですか。い
いや、ここはもう二度と来れないと。いや、でもなんかね、まあ失敗はしましたけども、歴史的瞬間には一応立ち会えたわけですよ。やっぱなんか、あんだな、そんな直前にやめ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 ってなるんですかね、やっぱ。いやですね、ああ本当にエンジントラブル、まあそれやってみるから分かんないもんな、そんな。あ、でもなんかあるな、ディスカウントストアコスモス、これはドラッグストアか、これはある。普通に喉乾かないです。今10時50分はい、あと1時間半グーグーってそんな時間ないチャンネル、なんかあれでしたっけ。なんか初めてかもしれないですね、こんなに。いや、昨日もその、結構タイトやったんですか、なんだかんだ、なんか、はい、桜島とか、はい、はい、もっとこう、何するみたいな感じやけど、結構、結構、こういう行き当たりばったりのロケとかやるんですか。いや、ないですよ、さすがに、ここまで行き当たりばったりやってことは。まず、この格好でないんで。ああ、なるほど、そっか。あの格好で行き当たりばったりはもう、完全にやばいじゃないですか。自販も店内も水が一個もない。なんか屋久島の美味しい水とかないんだ。全部売り切れです。そうなんだ。さて、白谷雲水郷ですかね、みたいなとこを目指します。はい、わ、鹿肉、ジビエもありましたね。鹿は食べたことないかな。マックとかあんのかな。あ、食いたいって なったらもう、はい、本土に行くしかないのかな。かもしれないですね。そうですよね。すごい、うまい。あ、でいうか 町役場がまた綺麗。道の駅みたい。もう憩いの場だったりするのかな。あ、これはいいわ。なんか季節を忘れる。こう山っぽいとこ行けば猿とかがね、はい、出てくる可能性もありますよ。屋久島は20歳ぐらいですかね、あれ行ったの。21とかの時に、はい、大学の先輩と3人で来るってやったんですよ、はい、まあ仲良い男の先輩1人と、もう一人その先輩の同級生の女の人、はいはい、でその先輩の男の人が急遽行けなくなったっつって、はい、だからまあ別になんかそれなりに良かったんですけど、その女の人と2人で行くことになって、もちろんそんなないでしょ、そんなサークルの仲間なんで、先輩後輩ですし、なんですけど、なんかこうゾワッとはするじゃないですか、ゾワッというかこうソワソワするじゃないですか。でも3日ぐらい行きましたね、なんか。もちろんそんなもないですよ、もちろん。あと初日の夜に最近彼氏ができたって話をされて、なるほど、はあ、余計ゾワゾワというかその彼氏に悪いなと。いや、そうですよね、はあ、藤本さん移住するならどういうところが理想なんですか。でも島はすごいいいなと思います。南の方。南ですね。いや、そういうこと、屋久島とかも、屋久島、奄美、まあなんか沖縄はむちゃくちゃいいですけど、ちょっとベタというか、はあ、みんな、みんなとか行く人多くないですか、ね、はい、そうですね。しかもなんかその大したこうプランもなくというか、なんか迷惑かけてないかなっていう心配もあるなんか中途半端な夢だけ持ってこうノープランで島行ってなんか仕事もせずにこういう人多かったりしないかなみたいな心配も勝手にあったりして。なるほど、まあ、やっぱ住むならちょっと貢献はしたいじゃないですか。なるほど、はあ、もまあね、そんな地元盛り上げるなんてそこまででおこがましいですけど、なんかちょっとはやっぱこう力になりたいというか。まあ、じゃあ屋久島も候補、奄美大島とかも全然あると思うんですよ。程よく町があった方がいいとか、そんなのはあるんですか。あ、どうなんでしょうね、住むとそうなのかな、これは。あ、でも本当山って感じになってきましたね。まあもうこっからは、はい、猿いねえかな。こういうとこいそうだよな、なんか。ずっと向こうも道路だけど、まだ向こうだから、ずっとあれ、なんかもう万里の頂上みたいになってる、これ。ずっと行くのかな、あれ。おお、いた。猿さん。こんにちは。めちゃめちゃおるやん。しかもなんかもうくつろいでますね、これ。そうですね。
え、なんかだ普通突っ込んできたらやばかったんだよ。さあ、屋久島の猿、ちょっと近づけば。全然気にしてる様子がないですね。あ、なんか来たぞ。慣れてるんですかね。なんていうか、多分人をあんまり認識してないというか、なんかその、多分いい距離なんでしょうね、その島の人とこう。めちゃめちゃ毛づくろしていく。サファリパーク来たけど。あ、なんか来たよ。ここも、だってあいつも寝転がってるわけじゃない。バスケット。めちゃめちゃくつろいでるな、こんな道路は。うわぁ。あれか、道路ってやっぱ、その、なんていうかね。部屋みたいな感じで、その開けてるじゃないですか。だからこう寝そべるのにいいんですよね、あいつらからしたら。あ、猿めっちゃいる、めっちゃいる。あ、本当だ。小猿じゃない、しかも手前の結構ちっちゃい人で。そうですね。あ、かわいい。あ、小猿来た、めっちゃかわいい。ちっちゃ、母親と子供かな。わー、かわいいな。見える。こんな気にしないんだな、車来て。怒るでもなく、寄ってくるでもなく、威嚇とかもしないんですね。そうですね。で、こん、あそこ角にも実はいるっていう。あ、本当だ。寝てますね、この草むらに。ちょっとでも物のけ感出てきましたね。ややね、この緑感が。おお。あ、滝じゃない？滝。なんか滝ありますね。うん。うん、滝とかなんか人工的なあれなのかな、これは。お、来た、白谷雲水橋、ここです。到着しました。駐車場がこっちにあるのかな。来た来た来た。ちょっと山の上だからか。あ、涼しい、確かに。でも寒くはないですね。まあ、本来多分1、2時間ぐらい歩いてこう奥の方行きたいですけども、さすがにちょっとそれは無理ですね。あー、でも気持ちいい、空気がいい。あー、すごい。うわー、わー、いいですね。声と写真のみでお送りするみたいな。そうですね。どっちやこれ。カンフ弥生杉だから多分いけないんだよね。弥生水コースはやばい。うわー、岩すごっ。あ、橋がありますね。わー、すげー。多分もっといいところがある気がするんだよね。すげー、なんかこう、ここ登んの。多分まあまあ滑るから、ここ登んの。順路これ。なんだこれ、これ順路なの。あ、なるほど。あ、すげえ。ちょっと焼くすぎっぽいな。すごいですね、ジブリの世界みたい。あ、ここはジブリだぞ。これいけんのこれ。苔が怖い。あ、すげえすげえ。だこんなんが多分奥に行けばもっと。苔が怖いな。これはいいな。おっと、いや、苔がすげえ滑る。苔がな、怖いな。苔すぎ。苦いな。危ないかな。うわ、大自然だ。次の吊り橋まで行け。きついかな、ちょっと。すごっ。すごっ。まあ、いける？これすごいな。超切り立ってる。すげえな。水、いや、ここすごいわ。こんなんマジでもののけ姫だ。だんだんこうふわーって生えてくるとこだ、これ。これすごいな。そろそろだよな、時間的に。さつき釣り場所行けるかな。 0.1 キロから行こう。あ、ここもいい、ここもいい、ここいいな。これすごいな。これすごいな、切り株でかい。これは命だな。はあ。え、吊り橋が、あ、これか。あ、これだ、ここまでだな。ああ、
ここまでだな。次はない、もうあれだろ、ほとんど中止。じゃあ藤本さん、ここまでで。そうですね。ちょっとここまで写真と音声のみでお送りしてきましたけど、はい、名残惜しいですけどね、まあでもやっぱりもののけの感じがすごい味わいだと思いますよ。もう間もなく飛行機もありますんで。そうか、ちょっとご飯でも食べながら。飯は食いたいです。そうですね、はい、行きますか。はい、戻ってきましたね、藤本さん。はい、もう30分ぐらいですか、滞在時間、もうちょっと中は撮影できないっていうことで写真だけでお届けしました。いや、もっと奥行きはもっとこう幻想的な、はい、とこがあると思うんですけど、やっぱ2時間ぐらいのコースになっちゃうので。いやでも雰囲気は十分に味わえた。めっちゃすごかったですね。めちゃくちゃ気持ちよかったです。ちょっと暑いしな今。おおお、もう慣れたよ。こんにちは。さっきのやつらじゃん。こんにちは。増えてない？増えてますね。増えてるんですよね。ボスかな、真ん中がやっぱ。本当になんかこう威嚇するでもなく、ね、餌くれみたいな感じでもなく。あ、ここにも、あ、ここにもちっちゃいサイズ。わあ、すげえ家族だ。なんか食ってんな。いや、僕、あ、雲の展望台。あ、なんか一応ここ上になんかあんのかな。おお、すごい。たけー、たけー。え、あれさっきの、違う、さっき歩いたところにすげえ似てるな。これはすごい。たけー。え、今までで一番、はい、なんかここ好きだなーって思いますか。海ですか。海はその潜ってみて。あ、海はもうパラオがダントツでやっぱり。あ、そうなんですよね。透明度が違いますね。全然50メートル下ぐらいが普通に見えてますよ。今自由に行けるとしたらどこ行きたいですか、潜るとして。潜るとしたらエジプトの紅海ですかね。ベニのあの紅の海とかに。あそこがなんかだいぶ透明らしいので。そうですね、後悔かな。まあだからダイビングもそうなんですけど、はい、やっぱりその何ですかね、本当の自然じゃないですか。その餌付けしてたりそこに飼ってるわけじゃないから、はい、だからなんか本当そのサル、さっきの猿もそうですけど、なんか興味持たないじゃないですか、あんまり別に。でなんか別に怒ってくるわけでもなく、なんかあの距離感がすごい好きというか、こっちがお邪魔してる感。生活圏内、それがなんかダイビングとかもこういいですね。あ、なんかお邪魔してるっていう感じ。なんか、はい、その水槽に行くとか、そういう水族館の水槽に潜るとかじゃなくて、この本当に生きてる場所。なるほど。雑魚なんですよ我々。なんかその自然の中に入ってる、海でも一番遅いですし。なるほど。ちょっと思い知らされてる感が。なんかそうですね。お前なんか気にするほどでもないぞっていう感じ。うわ、屋久島ラーメン。何、気になるな。もののけって書いてる。もののけラーメン。何？限定10食。限定10食だ。トビウオだ。え、めっちゃいいやん、これ。すごっ。はい。トビウオですね。トビウオですね。はい、トビウオ唐揚げと、はい、上からカンパチマグロ黒大ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は羽も食べれますので。あ、もう今全部出るんですか。中骨だけちょっと硬いかもしれないですけど、色揚げしてるので、羽も頭も、はい、頭も。はい、どうぞ。ちょっといただきましょうか、これ。あ、うん、いただきます。羽もいけるらしいですよ。おー、羽はね。あ、すげえ、あ、サクサク。あ、音、唐揚げ、あの鶏からとかああいうぐらいの揚げ、二度揚げしてるから。あ、いいですね。あ、でも、あ、ちゃんと衣に味わってうまい。うん、あ、身がうまいです、普通に。
あ、なんか、なんだろうな、うん、白身なんですけど、結構、なんか、しっかり味があって、うまいですね、この身自体に。あとやっぱ唐揚げでも、この衣にも味がついてるんで、うん。食いました。時間が過ぎなので書き込みましたね。書き込みましたね。あのちゃんと頭と尻尾も美味しく食えました、このトビウオは。はい、じゃあ、藤本さん、ちょっとそんな時間ないですか。時間ないんで、はい、もう外でちょっと締めだけ取らせてもらって。わかりました。もう空港着いたらもうダッシュなので、はい、わかりました、はい、お疲れ様です。締めましょう。そうですね、はい、うまかったです。まあちょね、寝がかもうちょっと一個一個ゆっくりしたかったですけど、でもなんかギュッと堪能できたんじゃないですかね、屋久島は、うん、はい、これはもう続きはやっぱ移住後ですね、これは。そうですね、はい、ということで、ね、3時間、実際3時間もいなかったですよね。2時間ちょっとぐらいの屋久島の旅でしたけども、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、移住や旅行のご参考になればと思います。今後私も旅行系 YouTuber としてやっていくかもしれませんので、はい、その日を楽しみにしておいてください。さよなら。